はいどうも、バイクライドイン東京のトモです。本日は砧公園に来ております。それでね、今日はね、武蔵小杉の方でちょっと友達とジンギスカン食べに行くっていう約束があるんで、武蔵小杉の方まで行ってみたいと思います。なので行き先としてはね、二子玉川まで行って、そこから橋渡って、また多摩川のサイクリングロードを走って武蔵小杉の方お店まで行くっていう流れで撮影していきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。これ右かな。で、砧公園を抜けると目の前に大倉運動場っていうところがあるんだけど、まあ、この間を通っていくって感じですね。で、これ左ですね。で、この坂下ってって、ここ右曲がるとなんかね、川が流れてるんだけど、その川沿いをずっとまっすぐ行くと二子玉川の駅に着きますね。そう、ここまたこの川沿いをね、道なりに行くって感じですね。なんかね、そのジンギスカンのお店がね、ドゥってお店なんだけど、なんかすごい美味しいっていう友達のおすすめだったから、まあ、そのおすすめしてくれた友達も交えて食べに行くっていう感じですね。最近ね、ちょっとジンギスカンにハマっててね、でジンギスカンを美味しいお店をちょいちょいリサーチしてて、で、今日行ってみるって感じですね。住所で言ったらここは、なんだっけ、大倉じゃなくて岡本。岡本っていう住所になりますね。でここね、結構超またミーハーのこと言うけど、なんか結構有名な人とかも いろいろ住んでるみたい。ね、あの有名人とか結構住んでるっぽくて、結構検索したらいろいろ出てきましたね。あとね、この右にね、なんか雑木林みたいなのがあるんだけど、ここでね、なんか結構地域の子供たちなんか集めて、昔の生活体験とかなんかいろいろやってるみたいですね。っていうのをね、
聞きました。床屋のおじさんに床屋のおじさんに聞きましたね。あーでももう今2月入ってね、今ダウン着てるんだけど暑いな、結構暑いね。もうちょっとずつ暖かくなってきていい感じになってきてるね。いやーいいことだな。ちょっとね冬のねサイクリングはね結構ねしんどいんですよね。夏よりはしんどくないけど、夏が一番しんどい、ぶっ倒れそうになるからほんで、これこっちかな。もうここら辺は多摩川っていう住所かな。おそらく世田谷の多摩川ですね。結構ね、キヌタ公園からニコタマまでのこの道はね結構サイクリングでね結構お気に入りのコースなんですよね。これまっすぐかな。でまっすぐ行くと多摩川通りとぶつかるのでそれを右折する感じですかね。ここニコタマですね。着きましたね。休日のねニコタマはねご覧の通り結構ね人が多いですね。やっぱりお店が多いからみんなショッピングしに来てる。結構ねアウトドアブランドとかのねお店もいっぱいあってね個人的に結構好きなんですよね。パタゴニアとかモンベルとかノースフェイスとかアークテリクスとかあの辺のねやっぱ有名なアウトドアブランドのお店いっぱいあってね個人的には好きですね。いろいろ見れるから。今のニコタマの駅をね通過してまっすぐ行くと
橋ですね。すごいね、前のお兄さんさ、カメラをたすきがけしてるね。でもあのたすきがけ怖いね、こけた時ぶっ壊れそうじゃない？映るんですとかだったらぶっ壊れてもいいけどね、一眼レフをぶっ壊した時マジで俺当分立ち直れないかも。てな感じでもう橋に来ましたね。二子玉川からあっちの川崎の方に渡っていきます。はい、これが玉川です。あーでも日がね伸びてね、いい感じだな。ほんと日伸びた。今4時前ぐらいなんだけど、この間まで結構真っ暗だったからね、もうこのぐらいになると全然撮れなかったけど、まあおそらく撮れてるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。で、これを右に行くとサイクリングロードに出るってわけですよ。右じゃない、左だね、左。そう、この橋がね、結構狭いんだよね。広かったらいいんだけどね、あの橋。やっぱ古い橋だから狭いよね。なんか新しく作ったりする橋って結構さ、歩道を広くしてくれてさ、結構いい感じな気がします。おお。まあ前回もね撮ったけど、今回も来ましたよ、ここサイクリングロード、ふれあいロード。いや本当ここ来るとなんかすごい平和だなって感じになってる。いいんだよな。平和っすね、いろいろ。あ、今日そんな風も強くなくていい感じ。ちょっとね向かい風だけどいい感じだな。今日はね、友達とジンギスカンのお店に行くんだけど、まあ、前回も言ったけどね、前回の多摩川の動画でも言ったけど、川崎駅の方までね、走ってみたいね。というかさ、50キロだっけ全長が。それをさ、ちょっと走破してみたいわ。
ね、あとね、通りなのね、79箇所のやつがね、最近全然取れてないから、それも取りに行きたいっすね。どこ行こうかな、それも。甲州街道かな、行くとしたら次甲州街道だな、それも。いやー、ここの50キロは絶対やろう。なんか行けそうな気がする、ピストでも。早朝から出発して、まあそんなにスピードっていうか速さを求めず、完走するっていうのを一回一番の目標に置けばなんかいけそうな気がするな。50キロは春になるとね、なんか自転車調子良さそうだな。もうちょっと薄着になれるし、ね、今日みたいにこうやってグローブもいらなくなるだろうし、ね。ゴルフもあるんだ。珍しいね。なんか川沿いのゴルフって普通やっちゃいけないって感じだけど、なんかコースっぽいのがあるの。あの右側に見えてるあのタワマンのところが、あれが武蔵小杉かな、多分。あれタワマンだよね、全部マンションだよね。ね、今のねカップルみたいに、あのシェアサイクル大チャリってやつかな、あれ白いやつ、あれとかね借りてね、ここ走るのもすごい良さそうだよね。楽しそう。あれ電動だしね、そんなに自転車普段乗んない人でもそんな疲れないから、疲れにくいからさ、結構いいよねあれ。でもさ、基本さこの道走ってんのってさ、ママチャリかさロードバイクだよね。あんまピスト見ないよね。あんまっていうかまだ見たことないわ。
ちょ、お仲間いないかな、ピストで走ってる。まあ、もしもね、お仲間がいましたらコメントください。そう、どしどしコメントお待ちしてます。あとね、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。風の音ちょっと入っちゃってっかな、大丈夫かな。でもね、ちょっとマニアックな話になっちゃうけどさ、あの動画編集ソフトでファイナルカットプロっていうのを使ってるんだけど、アップルが出してるやつ、あれね、最近、去年かなんかに導入されたね、アップデートでね、あの声を分離するって機能があって、それ使うとね、ノイズとかこういう音、他の外の音をね、軽減させて声だけをこう聞きやすくしてくれるっていう機能があってね、あれ結構すごいわ、本当すごいと思う。簡単だし操作も。あれでも今のピストじゃない？ピストっていうか、まあシングルスピードだよね。シングルスピードピスト。珍しいね。お腹も痛ね。あっちダウンミスター、あっちよ、もっと軽めなウィンドブレーカーでよかったな。ちょ、今のね季節ちょっと難しい、服装がちょっとね、サイクリングしてその後ちょっとなんかこう自転車置いてどっか行くってなるとね、薄手のものじゃね、自転車降りた時寒いしね、かといって自転車乗ってる時に厚手のもの着るとね、暑くて、降りた時はちょうどいいかもしれないけど、暑くて今がむずいっすね、服装選びが。ね、ちょうどいい塩梅のね、ダウンとか、ダウンじゃなくてもな、まあ中綿系のなんかちょうどいい塩梅のアウターがあればいいんだけど、持ってないんだよね。ちょいちょいあるよね、そういうの。軽めのダウンじゃなくて軽めのなんか中綿アウターみたいな。じゃあ来年は買ってみようかな、もう今年はもういいやと思って。子供がね、パタゴニアでね、子供用にね、パタゴニアで買ったね、ダウンじゃなくて、その、中綿のね、ジャケットがあるんだけどね、なんかコットンかなんかでね、なんか洗えるしね、ちょっと薄手だけど、あったかいみたいな。あれいいなと思ったんだけどね、大人用あるっちゃあるけどね、なんかデザインがあんまりしっくり来なかったから買わなかったんだけど、あれで、あの子供のまんまのデザインで大人用もあればね、いいなと思ってて。子供用ね、キルティングで可愛いんだよね。大人だとなんかキルティングじゃなくて、なんかブロックが、この縫い目のブロックがなんか違う感じになってて、なんか違うなと思って買わなかったんだけど、あれキルティングで作ってくんないかな、大人用も。しかも子供とお揃いで可愛いし。あ、もう着いちゃったかな。
これ中原街道だよね。横断禁止だって、これどうやって行くんだろう。あ、左から行くのか。あ、こっち逆か。まあ、いっか。まあちょっと早めの時間だから回り道してこう。はい、謎に遠回りしてるけど、またね、川崎の方に向かって渡ります。いやー、やばい、めっちゃ綺麗なんだけど。これさ、向き変えたら映るかな。こんな感じ映ってるかな。めっちゃ綺麗だよね。最高じゃん。いや、いいストレス発散になるよね。めっちゃ眩しい。撮れてっかな、これ逆光で。撮れてなさそうな感じする。チェーンに油ささないとダメかもな。なんかあんま変な音がするな。ほんでこれを道なりなのかな、多分。多分こっちっすね。初めて来た俺ここ。めっちゃ広い道路じゃんこれ。走りやすいこの道。なんか自転車屋さんもあるね。やっぱ多摩川近いから、ああいう自転車屋さんとかもね、多いのかな、わからん。調子いいねここ。この道まっすぐっぽいですね。
あ、坂きつい。よいしょ。橋だね。橋になってる。ギア比ね、3ぐらいにしてるとね、下り坂結構スピード出るんだよね。あと直線、坂がきつい。しかもちゃんと自転車専用レーンもあんじゃん。この道結構調子いいね。車乗り多いけどね。通り過ぎてたっぽいな。これ右っぽいわ。ちょっと渡って右行こう。ちょっと2段階右折しましょう。これは、はい、ちょっと2段階右折していきます、ね、さっきね走りに集中して全然見えてなかったけど、すごいねタワマンが。やっぱり初めて見る。なんか武蔵小杉にタワマンいっぱいあるっていうのはね、前から知ってたけど、こういう感じになってんだね。マジでいっぱいあるんだね、タワマンが。なんでだろうね。ちょっとよくわかんないよね。背景がよくわかんないけど、いっぱいあるよね。すごいね。コンシェルジュとかいるのかな、受付みたいな感じで。あの線路の下っぽいっすね。ここ渡ってっちゃいたいな。あ、信号があるんだ。オッケーオッケー。多分渡ってね、ちょっと行くと出てくると思うけど、あ、なんかすごいね、飲み屋さんとかも。結構多いっていうか、結構なんかおしゃれなご飯屋さんが多いね。へえ、あ、もうここが駅か。へえ、うん、え、どこだ、ちょっと地図見よう。やべ、通り過ぎたっぽいな。え、てかすごいね、なんか駅前こんな感じになってんだ。この商店街みたいなところにあんだ。ここか。あ、ここだ、ここ。うわ、渋。はい、そんな感じでジンギスカンドゥに着きました。はい、動画最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。行きます。じゃあちょっと結構レアで行くよ。おお、そんなレアなの。じゃあもうちょっとやろうか。これで食べれちゃうっぽいよ、湯気で。これがチャックロールとモモとショルダー。チャックロールって結局何だった。片方です。すいません。もちろん。うん、あるよ、これ。